おはようございます。出かけます。今日はね、8月28日朝6時半です。7時7分発のあと30分半後ぐらいの時間なんですが、電車に乗って大阪に向かいます。今日はね、大阪の新居に下見ができるということで、電車に乗ってきます。はい、なんと時計はゼニス、大阪といえばゼニスですよね。はい、ついでにゼニスの製品店見てきます。では大阪向かいます。会社に着きました。自転車置き場がね、整理されている。うん、まあね、えらい誰かやってくれたんだな。ではね、ここから駅まで歩いて15分ぐらい、まあ全然10分そこら余裕で駅に着きそうですね。7時7分発の、姫路行きに乗ります。はい、で大阪到着が9時40分ぐらい、はい、2時間半ほど乗ってきます。新幹線だと1時間なんですがね、在来線だと2時間半ぐらいですね。はい、ね、ゼニス、大阪というとね、ゼニスですね。エルプリメロです。このね、クロノグラフがね、有名ですね。はい、あの高級ウォッチの中でもね、あクロノグラフ付きということで、お、渡っちゃおう。やばいやばい、ダッシュ。岡山信号長いけどね、変わり始めたらすぐ変わっちゃうんだよね。そこはちょっとね、嫌ですね。お、ちょっと太ったかな、少し絞んねと。で今日はね、結構歩くんで絞れると思うな。何しろ1日1時間ね歩かないといけないけど、平日の間ね全然運動できないし、テレワークとか言ってね、自宅で勉強、あ、仕事してますけど、そう、ルームランナーがあるんだけどね、実は使ってねえな。ね、やっぱり楽な方人間行っちゃうんでね、気をつけていきたいと思いますね。はい、では、岡山駅目指します。あ、そうそう、あの、このゼニスね、ゼニスというメーカーは、創業は1865年ですね。だから156年の歴史があります。うん、ちょうど150年前というと、横浜港の開港ですね。開港が、そう、横浜開港して160年ぐらいですから、横浜港が開港、国際港として、日本で初めてね、国際港として開港して、その頃は創業、その数年後に創業したということですね、ゼニスね。でドイツのメーカーです、ゼニスというと。だからね、時計というとね、あの、そもそも貴族用か軍事用の2種類で、作られるようになったんですね、目的として。貴族用とは当然装飾品が、まあ、かなり乗ったものになります。で軍事用というのは、ね、軍事作戦というとね、時間で、まあ、正確にね攻撃を始めたりとかするので、あれですね、時計が必要ということで、特にこのゼニスという時計ね、ドイツ製ので、ヨーロッパっていうとね、ドイツっていうとやっぱり戦争のいい国でもあったわけですし、ね、ドイツ軍に、ね、製造供給しているねメーカーっていうのはいろいろあると思いますね。はい、IWC もそうでしたしね、このゼニスもそうですね。はい、ドイツ軍に、提供していたという、まあ、このねデザインがこれ軍事用らしく。デザインですよね、軍事用らしきデザイン、ね、このミリタリー、時計ね、今結構流行ってね、あの、パネラですね、あれはイタリア海軍ですね、潜水艦乗りとか結構使うってね。はい、であと私持ってるのはあの、ベルアンドレス、これ航空機の空軍ですね、空軍に供給している時計ですね。それから
他にもね、ありますね。時計というかね、でにあのセイコーもそうですね。日本軍に供給していたということで、セイコーも2本ほど持っています。まあですね、姫路駅に乗ります。現在6時57分、あと10分ですね。はい、新幹線ですね。脇方面。時間待って。新幹線。乗り換えの駅が空き合ってね。いいですね。なるべくね、真ん中の方がいいかな。来てるかな。始発だからね。3番線でこれかな。あ、結構乗っちゃってるよ。あ、これか。あ、車さんどうしたね。3番線平日に乗ります。あ、学生さんがいっぱい乗っててね、空いてないよね。瀬戸
毎回。Yeah.